はい、どうもことです。今回はね、ワンオクロックのデシションの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、概要欄にこの曲のタブ付きのカバー動画上げてるんで、よかったらそっちも見てみてください。結構ね、シンプルで、かっこいい楽曲なんで、初心者の方の練習にもおすすめです。はい、じゃあ動画内タブ付きで解説していくんで、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロのリードパートからやっていきます。フレーズ自体結構簡単なんですけど、このね、3つ刻み、3つごとに区切ってるフレーズなんで、これ3つって、4つって結構簡単なんですけど、3つが結構難しいんですよね。この弦移動するときにアップで入ったりダウンで入ったりするんで、基本的にはオルタネイト、上下をキープしながら、2弦に移動するときはダウンで入って、で3発弾いて、次3弦に行くときにダウンで入るみたいな、これが3つ刻みのちょっと難しいとこなんですけど、で最後に3弦9フレットスタートの、ここは簡単なんでいけると思います。はい、じゃあ次 A メロのブリッジミュート部分いきます。はい、でこの次にリードパート、初めのリードパートが入ってきます。はい、じゃあさっきその続きちょっといきます。これでサビに入ります。ここは全部ブリッジミュートですね。右手の指頭でブリッジを押さえながら倍音消して、でルートの音を人差し指で押さえて、で5度の音を薬指で押さえてます。結構ね、小指の人も多いんですけど、お好みでいいと思います。で上側の弦を僕は小指で軽く押さえてミュートして、で一番下の弦、中指の先っちょで軽く触れてミュートしてます。で右手でミュートしながら弾く弦だけを狙って弾いてる感じですね。結構シンプルなんで、いけると思います。進行だけ覚えれば。じゃあもうすぐサビですね。次やっていきます。サビなんで、多分ねタブ譜の方だと普通のパワーコードになってると思うんですけど、ごめんなさい、実際弾いてる時はオクターブ上の音も足してます。小指でさっき言ったルートと5度とでプラス小指でここを押さえてます。これでちょっと音圧を出してます。ここも結構パワーコードで簡単なんで、途中のこのしっかり右手でミュートして、休符を意識することですね。はい、で途中から入ってくるオクターブ奏法なんですけども、オクターブの押さえ方は人差し指でルート音を押さえて、で薬指でオクターブ上の音を押さえてます。でパワーコードと同じで小指で上の弦ミュートして、中指で下の弦ミュートしてます。で基本的には全部全弦弾いてます。右手は、横移動がちょっと早いんですけど、使うポジションは3つだけなんで、結構シンプルですね。じゃあ次ね、2番も同じなので、2番終わりの、間奏ですかね、 C メロやっていきます。これの繰り返しです。これも結構シンプルなんで、
はじめが2弦の15フレットなんですけども、弾いてる弦以外が鳴らないようにこの隣の弦を指の先っちょでミュートしたり、指のお腹でミュートしたりして2弦以外は鳴らないようにしてます。で、1弦に行った時もなるべく隣の2弦は軽く触れてミュートしてます。はい、じゃあ最後ギターソロやります。まあ、ギターソロっていうか、まあ、ギターソロですね。はい、この、まあ、このフレーズの1オクターブ下なだけですね、ほとんど。で、普天八分のリズムで弾いてます。で、若干ビブラート入れると雰囲気出るんで、ちょっとこう揺らす感じですね。で、最後の方ちょっと聞き取りづらいんで曖昧なんですけど、まあ、多分ここのオクターブだと思います。で、これが終わったらまたすぐイントロのフレーズに入るんで、まあ、ここでこうずれないようにすぐ移動できるように。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構シンプルでね、かっこいい楽曲なんで、よかったら練習してみてください。あと概要欄に僕の音楽ブログと SNS のリンク貼ってるんで、よかったら覗いていってみてください。最後にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。